ちゃ。さあ、今週も金曜日がやってまいりました。皆さんお元気でしょうか。今日は5月の何日、10日、ウェーイ、5月の10日ですよ。今日は夜の配信なんですけどね。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと締めていただきましたけどね。この後僕もまだお仕事があって、ちょっと合間の配信なんですけど、一応このいつものスタジオからやることができてよかったです。ありがとうございます、はい。今週末がもうフェス、はい、メトロック大阪、うえー、大阪、皆さん来ていただける方はいらっしゃいますでしょうか。メトロックね、やっぱフェスは本当に自分らもめちゃくちゃこういい刺激をいただく現場でですね、はい。あのなんかね、ジェネの SNS からあのなんか発信がありましたよね。あの、はい、フェスルールみたいな、なんかやっぱロックフェスってその独特なんだよね、うん。だからなんかああいうなんか少しだけこうみんなで楽しむフェスという気持ちであの来ていただければいいっていう、そういうお知らせだったみたいですけどね。僕もちょっとあんまりこう経験がないんでね、何がこういいのかっていうのがあそこに書かれた、なるほどなと思いましたけどね、はい。そして波を聞いてくれは3話が先週放送になったのかな、はい、今週が第4話。そう、あの青柳さんね出ていただいて、あのめっちゃあの僕はそんなに大きく絡む回はなかったんですけど、見ていただいてどうでしょうか。見ていただいた方どれくらいいらっしゃいますか。ドラマ波を聞いてくれ、金曜日ね夜放送中ですけど、はい。TVer でまだ見れますよ。あ、キモかった、青柳さんね、いい味出してますよね。いやー、ほんとなんかすごい LDH の先輩で、俳優の先輩としてもあのすごく尊敬する方の一人だったので、あのああいう形でね、あの現場でご一緒できてすごい嬉しかったんですけど、はい。怪しいストーカー、そうなんですよね。え、面白かったです。どんな話しましたか。どんな話したっけな、なんかそんなにたわいもない話してましたけどね。絶妙に気持ち悪かったです。あ、1話2話が怖かったんだね。あ、確かに。第4話は今週金曜日放送ですけど、なんかなんだろう、またちょっと不思議な話ですけど、あの中原くんもまた程よくポンコツさが出てると思うんで、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、そうそうそう、 LDH のね先輩なんですよ、青柳さんね。あ、あ、スピンオフね、スピンオフもね、また第2話があの間もなく皆さんにお届けできるんじゃないかなと思うんで、今のうちにね、あのテラスに入ってスピンオフ第1話を見て、 TVer で、本編も見ていただけたらなと思います。はい、なんかテラスのスピンオフの第2話もまた不思議なお話なので、はい、面白いと思います。はい、ポンコツさがいい感じです。ありがとうございます。はい、ああ、そうそうそう、あの今日はまあね、あのちょっとあまり時間がないんで、あのちょっと普通オタ的にいただいたんですけど、寄せたネームゆつき、よともこんばんは。こんばんは。連日放送されていたザ・ダンスデイ、そして世界丸見えバッチリリアルタイムで拝見しました。ありがとうございます。ザ・ダンスデイ、とても白熱した戦いになりましたね。私個人的には三重高校ダンス部の感動と胸キュンが止まらないパフォーマンスが印象に残りました。これぞ青春と感じるパフォーマンスでした。リョート君、どこのチームのパフォーマンス印象に残りましたか。ぜひ近くで彼らのパフォーマンス見守っていたリョート君のお話が聞きたいです、ということで。そう、先週の土曜日かな、はい、ザ・ダンスデイというあの日本テレビさんの
あの特番ダンスの番組に出させていただいて、あの僕はあのあれですね、あのまあ結構サポーター側というか普通に見させていただくだけだったんで、あのシンプルにすごい楽しませていただいたんですけど、みんなそれぞれ個性があって面白かったですけどね。なんだろうな、僕でもあのフランスから来たあのダンサーの方がすごいかっこよかったんですよね。なんか一人なのにあんだけこう多くの方を魅了できる感じが個人的にはすごい好きでしたね。あ、そうで、あのテレビ朝日さんですけど、世界動画ニュースという番組もね出させていただいて、で世界丸見えとか、あのいろんな世界を、はい、あの見てましたけど、うん、あ、サラさん、そうそうそう、かっこよかったっすね、めちゃくちゃかっこよかったっすね。あっという間でしたよ、ザ・ダンスで。でやっぱあのああいうなんか大型特番のね、あの生放送のなんか緊張感というかすごかったっすね。なんかそういうのもなんかあんまりなんかね経験できないというか、ああやって2時間3時間こういさせていただけるのは面白かったですね。はあ、はい、もう一個ぐらいいきますかね。あ、ヨセヨタネームみゆ、りょうどん、こんにちは。こんにちは、今週も配信ありがとうございます。波を聞いてくれ、第4話リアタイしました。あ、第3話かな、第3話だよね、第3話、青柳さんの絶妙な気持ち悪さ最高すぎました。見慣れが言ってた鈍感ダメ男に中原くんあなたですと突っ込んでしまいました。毎週1時間ずっと笑いが止まらないのですが、りょうとくんも改めて放送見た時笑ってしまうことないですか。来週の大阪公演2日目行きます、楽しみにしてます、ありがとうございます。そう、ずっと笑、なんか俺もなんかでもなんか、あ、こういう風になってたんだなとか、編集でこういう風になってんだなとかっていうのは楽しみながら見てました。うん、笑いながら見てます。普通にボケーとしてましたね、程よくボケーとしましたね。ああいうの間とかも本当に難しいし、やっぱ監督さんとかによってやっぱその間尺とか全然違うから、そういう意味ではなんか、あ、こういう感じなんでの編集になるんだとか、すごいこう勉強になりながら、はい、でしたけどね。大阪公演ももう来週の土日なんすね。あ、違う、火水水木か。あ、じゃあ水曜日、俺来週は大阪じゃん、大阪ライブ初日じゃないですかね。楽しみですね。ああ、気づいてないの面白かったって言ってますね。ね、ゴストムイ、あ、ブラジリアって書いてある、すごい、 Thank you。 おう、なんか教えそう、ごめん、皆さん仕事終わりやか、俺もこれからまだ仕事があるんですわ。そう、もう一個いきます。ヨセヨタネームさき、りょうたくん、そしてスタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。そして毎週配信ありがとうございます。あと1週間後には大阪公演2日目、2日間ですね、参戦するのが今からとても楽しみです。今回のテーマは普通歌ということで、私はりょうたくんに聞きたいこと、5月9日、昨日はアイスの日と言われています。私はアイスの中でピノが好きなのですが、りょうたくん、どのアイスが好きですか。できれば好きな味も教えてください。好きなアイス、うわ、俺めっちゃ王道が好きっすね。あ、もうハーゲンダッツのバニラとかが好きです。もう何の変わり種でもない。でも夏場はあれも好きですよ、ガリガリ君。まあ王道ですね。あとピノも美味しいけど、あんま食べないな。俺アイスとかあんま食べないんだよね。アイスもお菓子もあんまり食べないな。甘いものあんまり食べない。うん、そう、ハーゲンダッツ、サーティワン、あー、バニラがやっぱ、好きかな。暑くなってきたらね、アイスはだんだん食べたい時期になって。そうですね、もうちょっとな、なんかまだちょっと寒くない。そうですね、こういう季節のアイスが一番なんかちょっとうわってならない。パピとかも久々に、
パピコ、リュウト君がパピコ踊ってくれたの。リュウト君そういうの好きなんだよね、なんかね。わかるわ。シンプルなバニラがいい。あ、パピコ好きって言ってた人いるわ。でもパルム、うわー、ああいうの美味しいよね。サーティワンだったら何の味？でもあれも結構好きだな。なんかクッキー&クリームみたいなやつ、チョコクッキー、なんかそういうやつも好き。結構ザクッとしてるやつも好き。あ、え？え、何それ？それはサーティワンにあんの？コーヒーやつ。ジャムかコーヒーやってやって、やって、聞いたことない。コーヒー味美味しいんだって。いや、夏はね、アイス。なんで5月9日アイスの日なんだろうね。なんかこうアイスみたいな形なのなんか、なんか5と9がなんか分からんけど、なんでだろうね。ちょっと調べてみて、なんでですか。ポッピンシャワー、あ、ジャムかコーヒー美味しいって言ってる人いるわ。違います。うん、ポッピンシャワー、 Hi from Malaysia Thank you、 バングラディッシュ Love you Thank you。 なんか激しいリハやってるな。マイク出らないから今日。なんかクラブがあるみたいな状況になってますけど。アイスクリームの日みたいですね。アイスクリームの日ね、はい、アイスクリームですよ。連休明けの5月9日にアイスクリームをたくさんで楽しんでもらえるようにと願った記念の授業。まあちょっとまだ分からへんな、それはアイスのなんでなんやろって分かんないですけどね。アイスの日ということでね、まあちょっとあの、そう、波を聞いてくれもね、あの今週第4話でまたあの中原くんと立花さんのスピンオフではちょっと描かれてますけど、そこの距離感とかもまた変わると思うんで、あの楽しみにしていただけたらなと思います。あの今日はちょっとあんまり時間がないんで、このまま後半戦に行こうと思うんですけど、後半戦というはあの CL というアプリをダウンロードしていただければ誰でも無料であのご覧になっていただけますので、 CL で後半戦お会いしましょう。では